羽賀日向はがひなたは日本、世界の祭り写真家。羽賀日向はがひなたは長野県生まれ、父ははがひでお。整形大学法学部法律学科を卒業後、アメリカに留学し西入りの医州立、大学文化人類学科を卒業。大学時代にはヨット競技でファイアーボール級全日本8位の経歴がある。写真家として祭りや民族、文化を捉え、 47カ国庁で取材する。公益社団法人日本写真家協会及び日本旅行作家協会、写真文化協会、儀礼文化学会、全日本郷土芸能協会の会員である。主言者として、キ賀明明ラ名義の免許取得。現職は株式会社ハ賀ライブラリー、代表取締役社長である。趣味は、合気道四段、料理が得意で、味のなめろうをよく作る。 1990年代より海外の祭りを取材、その中から10年にわたり、世界の社肉祭を取りためた作品の展覧会を2007年半ばから2008年にキャノンギャラリーで開く。2008年上期には、羽賀秀夫、羽賀八代と合同展を催す。2012年6月から7月にかけて、東北の夏祭りをテーマに。 相馬や馬追や八戸三社大祭など2011年に撮影した35点余りがカメラメーカーの画廊で展示される。鹿児島市小原祭り写真コンテスト審査委員長、北村、日本の祭り写真コンテスト審査委員、著書自動書定期観光物連載監修。ありがとうございます。